ブーザーはさあな、お前と一緒のはずだろう。ああ、さっきまではな。でもどっか行っちまって。おいスキッツォ、どういうことだ。話せ。あいつはウイスキーのボトルを持って家に帰るとか抜かしてた。お前あいつを止めようともしなかっただろう。いや止めたさでもお前だって分かってんだろ。あいつはもう終わってんだ。こんな時間に散歩かデイか、調子はどうだ。どこに行くんだ。家さ、俺は帰るんだ。オリアリー山には戻れないぞ。オリアリーなんかじゃねえ、フェアベルに帰る。くそ、ほら戻るぞ。でも止めるなよ。そうか、そんなに奴らの仲間入りしてえのか。来いよ。そうかそうかよ、これで終わりは早く逃げろ。いやそうはいかねえなあ、ブーザーだろ。リーグブーザー、お前の嫁が死んだ夜俺はなんて言った。なあ覚えてるか。死ぬつもりでウイスキーを飲み干してるお前を見つけて俺はなんて言った。お前は瓶を奪って一緒に大量のウイスキーを飲んだ。俺が死ぬまで飲む気ならお前も付き合うと言ってな。相棒だから。もう一度聞くぞ。俺たちここで終わっちまうのか。いやリッキー、頼みがあるんだが。どうしたのディーコ。ブーザーの腕のことだ。お前がフックを作ってやっただろう。あれはすごくいいんだが、そのフックじゃなくてこうナイフとかの方がいいんじゃないかと思ってな。わかるか。ちょっと待った。手貸して。どうも。つまりごめんね。でつまりナイフがついた義手を作ってほしいってことでいいの。ああ、そのあいつを元気づけようと思ったんだが。人間兵器にでもしたいの？いや別にそういうんじゃないが。からかってるだけだよ。すごくいいアイデアだと思う。部品を探してみるから、必要なものがあったら無線で伝える。いい？分かった。それじゃ。ようリーコ、頼まれた部品を持ってきたぞ。ありがとう。じゃあ完成させるからまた後で来て。そのリッキー、ありがとう。いいって、ブーザーは仲間だし。そこの折り目をこっちに。わかった。よし、これで固定するね。ああいい感じだ。オッケー。おい見ろよ、リッキーが作ってくれたんだ。いや生かしてんだろ。実はこれ最高だなブーザー。お、なんか俺スーパーヒーローになったみてえだな。いいなそれ。おい危ねえ、ちょっと待ってブーザー。もしかしたらやばいアイディアだったかもね。先頭ジョン、聞こえるか。こちらオブライアン。待ってろオブライアン、いい加減うんざりしてきたぞ。情報はそれはあることはあるけど、さっさと言え。最後にもう一度頼まれてほしい。俺が言ってたこと聞いてたか。いい加減にしろ。最後だ。そしたら直接会って情報を教える。断る。彼女のミドルネームアイリーンだろ。サラアイリーン見てか、申請用紙に書いてあったんだ。これで最後だぞ。約束する。座標送った。また後で。ようよう、なんだ急ぎのようか。ああ、前に話したオブライアンっていうネロ野郎のことを覚えてるか。何か情報をつかんだらしいんだが、最後にもう一仕事しなくちゃならない。ええ、そうか。お前も来いよ。おう。いや、やめとく。スキッズに野良仕事を押し付けられてよ、サボるとめんどくせえんだ。やつはほっとけ、後で俺が送ってやる。久しぶりにヘリ見たいだろ。見つかったらおめえのせいだぞ。どうせ気にしないくせによ。無線の声聞こえたか。ひでえ話だ。税金使ってフリーカーのクソ集めしてんのかよ。言ったろ、奴らの行動は意味不明なんだ。近くに奴らの基地があんのかもしんねえ。後つけたか。ああ、だがいつも山を越えて南へ消えちまう。それに道路が塞がってて追いつきやしない。たく怪しいな。とっ捕まえて問い詰めてやりて。ああ、いたぞ。よう。びっくりするだろ。それで言っとくけど、あまりいい知らせじゃない。やっと記録を調べてくれる人を見つけた。僕らじゃなくて組織が残したその。落ち着け。とにかくサラウィテカ奥さんはシルバーレイクにある野外病院に入院したって記録にある。これによると6時間手術を受けてから移送された。助かったんだな。サラは死ななかった。ああ、記録によれば完全に回復したみたいだ。それから彼女はチェモ郊外の別のキャンプに。そうか、じゃあサラは生きてるかもしれない。いや、ずっと生きてたんだ、今も。どういうことだ。キャンプは壊滅したんだ。誰も生存者はいない。でもお前は生きてる。あいつらだって。聞いてくれ。あのキャンプは守りきれなかった。97号線は完成したんだ。フリーカーで溢れてた。ロサンゼルス湾岸地帯、サクラメントから何千ものフリーカーが止めるすべがなかったんだ。それで逃げたんだろ。誰と逃げた。ネロの職員、連邦捜査官、権限を持った。ちょっと待て、ネロの職員って銃を持った奴らだろう。市民を守るのが仕事のはずだよ。アメリカの大軍を前に何ができるっていうのか。大軍のことならよく知ってる。できなかったんだよ。そんなことはない。そのつもりがあればせめて何人かを救えたはずだ。だからそんな時間も余裕もなかったんだよ。パニックで人間同士が殺し合ってた。もういい、分かってる。奥さんのことは本当に残念だよ。でも分かってくれ。あの時彼女をヘリに乗せてなければ次の朝には死んでた。君は正しかった。もしヘリに一緒に乗ってたとしても何も変わらない。二人とも死んでただけだよ。そんなこと分かってる。オブライアン、あの時助けてくれてありがとな。なんだ。ブーザー、くそ、ブーザーのやつどこ行っちまったんだ。嘘だろ。ディーク、こっちだ。ブーザー、何やってんだよ。出かけついでに探し物してたらリッパが犬を買ってやがったんだ。大丈夫だ、感染してないんだ。嘘だろ、病気でもねえのに奴らわけもなく犬を殺してんだぞ。大丈夫だからな。ディーク、こいつを置いてくわけにはいかねえ。ああ、そりゃ絶対にできねえ。分かった、それじゃあ俺がやる。おめえだな。そうか、よし、いいことだ。ほら、もう大丈夫だ。よっしゃ、ディーク、大丈夫だ。そうだな、もう終わった。眠れ。どうだった？何がだ。分かってんだろ、宇宙服野郎はなんつってんだ。どうだっていいだろう。おい、ちょっと待てよ。ブーザ、今はやめとけって、後悔するぞ。ああ、おめえみてえなひょろいのにビビると思ってんのか。早く吐けよ。やめろって。おい、サラはどうなったんだ。あ、言えよ、サラは。ほら、もういいだろ。満足か？サラはどうなったんだ、ディグ。死んでたよ、ブーザー。サラは死んでた。ああ、とっくの昔に死んでんだ。だからいい加減自分を責めるのはやめろ。クソだれ、お前その左服マジで効いたぞ、クソ野郎。ああ、それしかできねえからな。ほら、俺は戻らねえと仕事ほっぽったままだ。左しか打てねえのに3回連続でおめえをぶちのめしちまったな。情けねえな。おい、お前ら休むなよ。ほら、働かねえと食えねえぞ。分かってるよ。いいな。リーグ、ありがとうな。なんだありゃ。では誓いの言葉の準備はいいですか？それでは、新郎から始めましょうか。私から行かせて、ディーコン。誰も来てくれなくてごめんね。みんなを怒らせちゃったみたいね、私たち。いや、まあみんなじゃない。あなたは私にとってかけがえのない人よ。一緒なら他には何もいらない。本当よ。この指輪は私の愛の証。あなたが大切なの。この気持ちに始まりもなければ終わりもない。愛してるわ。この指輪に誓う。約束するよ。一生大事にする。俺たちはずっと一緒だ。では誓いの基礎。ちょっと待って。こっちの方は返しておくわ。ただしバイクと同じくらい私のことも大切にしてね。それでは あなたたちはもう夫婦です。じゃあ私はこれで。おい空気やめよ。大丈夫。約束する。もうこれっきりだ。